ロイド、あの宝石のことだけど。ああ、これね。落ち着いたもんさ。邪妖専門の奴隷商人の残した宝石なんて、教皇庁にでも押し付ければいいのに。純血の妖魔の襲撃とかないだろうね。それは心配しなくていい。襲われるとしても俺だけさ。誰にも迷惑はかけんよ。またそんな自信たっぷりに。本当に大丈夫かな。変なことがあったら教えてよ。はあ。浄化開始。この宮殿のどこかに先輩エージェントがいるのか。どんな人なんだろう。
浄化開始。またお前か。どうした？爪研ぎね。
こんなところに。あ、待てよ。こんばんは、混ざり物のお嬢さん。クリス、この場所は何？エル城失踪事件で見たアトリエに似てるけど。前に話しただろう、名を呼ぶ者を探していると。エル城を石化したヨウムが名を呼ぶ者？誰かが邪妖狩りをしてるのか。めちゃくちゃやりやがって。潮時か。待って、コーリンは？外にあんなのが来てるんだ。まともな妖魔ならとっくに逃げ出してる。出なければすでに倒された後だわ。私もまだ消されるわけにはいかないの。逃げ…わかった。どこかの地図みたいだけど、こんな地形見たことないな。まるで生きてるみたい。この彫刻も石にされた女性なのか。ルリーティスに似てる気がする。どこかの地図みたいだけど。
あなたがエージェントね。私はアーナス、教皇庁からこの箱を渡すように言われてきたのだけど。何を。何をためらっているの。こんなことでも聖女を守ることも夜の元へ行くことも何にもできないわよ。あんたエージェントだろ。なんでこんな、なんであんたと戦わなきゃならないんだよ。はっきり言いましょうか。教皇庁は君の活動に満足していません。ここで期待に応えなければ君の新聖女護衛の任務は解かれ、他のエージェントがその任に当たります。他のエージェントだって。ええ、私がユリーティス城を守ることになるでしょう。やっと騎士らしい顔つきになったわね。さあ君の本気を見せてちょうだい。私に一撃入れるのよ。なんて、いやだ、いった。私は理由のない戦いはしない。私が剣を取るのは私の意志で叫ぶ。あんたに教皇庁挑発には乗らない。私が守る。あんたなんかと張り合う気はない。わかったか。参ったわ。合格です。見かけよりずっとタフなのね。君、名前は。私はアーナス。あなたは。私はコーリン。コーリン、どこかで聞いたような。乱暴な歓迎だったわね。でも心を確かめるには剣に聞くのが一番。私のことも分かったでしょ。油断ならない人だということは分かったよ。あと教皇庁にはめられてたことも、これ空っぽのただの箱だもの。
私のこと試したんだね。箱を開ければ失格、私と戦わなくても失格。意地が悪いよ。そうね。それにしてももう新聖女が選ばれる時期なのね。懐かしいわ。もしかしてあなたも聖女の護衛を。あなたが守った聖女は夜を封じた後どうなってしまったの？私はしくじってしまったの。聖女を夜に届けられなかったのよ。それじゃ新しい聖女と騎士には同じ過ちを繰り返してほしくないの。私の話を聞いてもらえるかしら？もちろんだよ。君もうすうす気づいているだろうけど、聖女を守るだけが君の仕事ではないわ。聖女を守ることにとらわれれば、屈するか逃げるかどちらかになる。でもそうじゃない、そうじゃないのよ。今はそれだけを心に留めておいて。わかってる。その顔、気づいてるみたいね。君に教えることはもうなさそうだけど、何か質問がある？あ、そうだった。ゴーリンさん、石化妖魔を倒していない？石化妖魔？この近くにそいつのアトリエがあったんだけど、知らないならいいんだ。私たちはまた会うことになるでしょう。それまで心と腕を曇らせないように。聖女と共に見る風景が本当に守るべきものを教えてくれるわ。あなたがどんな姿になっても私はあなたが。あなた、彼女のこと。うん。お帰りなさいませ、アーナス様。ただいま。お会いになられたようですね、レディ・コーリンに。強い人だったよ。ねえ支配人、今までもたくさんの聖女が選ばれてきたんだよね？そうでございますね。コーリンさんが守った聖女がいて、その前の聖女がいて、そのずっと前にも。その一人一人にきっと聖女になんかなってほしくないって思う誰かがいたんだろうな。ええ、そうでございますね。きっとそうでございますとも。リュリーティス、帰ったよ。お帰りなさい。夢の小箱は無事渡せたのね。先輩エージェントさんってどんな人？優しい人？力になってくれそう？どんなお話をしてきたの？先輩っていうよりは先生っぽかったな。とても強い人だったよ。けどコーリンさんは聖女を守れなかったんだ。何かあったの？
何でもない。それより全部終わったらまた二人で星を見に行こう。アーヌス、約束だよ。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーヌス。ヨルドに血を奉納する？聞きたいことがあるんだ。あの、ヨルドの剣のことなんだけど、私の剣に似ていると思わない？なんでかな。汎用の血に惹かれ、見せられた血が主を守るために武器として目覚め、吸血剣ヨルドの正体は未だ不明ですが、もしかしたらあなたの剣とよく似た状況で喪失されたのかもしれませんね。似た状況か。それとも運命なのかもしれませんよ。私を？それでは次のデスタンで。